2018年3月11日11時14分特集、芸能所内業務話真剣。眼差しで稽古に挑む宇梶さん、拡大、貴重な経験だった。放送中のテレビ朝日系人気ドラマ、コシジ吹雪物語、好き散るだ金曜午0-30で、宝塚歌劇団の大塚理事。長役を熱演した俳優、宇梶剛士さん、55、の、リアルな演劇の世界、を体感する機会に恵まれた。宇梶さんが座長を務める劇団、ステートスパック、パトスパック、が、28日から5日間、東京、西、池袋の東京芸術劇場シアターウエストで、木漏れ日、ワラトーンドゥ、を上演する、初日は午後7時開演。縁あって稽古を拝見した、常浜、鶴見の沖縄料理店を舞台に、沖縄で戦争を体験した祖母と、同居している本土生まれの家族を取り巻く物語。今を生き、未来を思う若者と、遠い昔の悲しみを心の奥底に封印した祖母。宇梶さんは、沖縄料理店店主の新里春樹役を演じる。同時に脚本と演出も担当し、今回は記念すべき第30作目の脚本。稽古中に、演出家、としての声がこだまする。言葉が聞こえないよ。ちょっとストップね。その部分の解釈、明日は、ちゃんと腹に落としてきてね。タイトルにある、ワラトーンドゥとは沖縄の方言で、笑っているよ、という意味だが、東京都内の刑。小場は木漏れ日どころか、沖縄の太陽がギラギラと笑っているようなエネルギーあふれる現場だった。第一幕で春樹の長男、蘭の就職が決まり、スーツを着て鏡を見て、心躍らせる場面がある。暗役の若手団員、小畑明さん、24、が演じると、もっと喜びを前面に押し出してみよう。と宇梶さん、自ら同場面を体現し、平野貴博さん、44、も続く。大先輩によるド迫力の演技指導。幸せ豊かな光景だ。今回は7人の団員とゲストとして劇団新派の実力派、杉原桂さんら7人が加わり、週4人で物語を紡ぐ。取材日は稽古開始から数日目だったが、すでにしっとりとしたファミリー感。あにじみ、沖縄の踊り、カチャーシーの練習でも一体感で溢れていた。沖縄にまつわるストーリーですが、お客様がそれぞれの故郷を思い、心を動かし、元気が出たねと思っていただける作品にしたいですね。たくさんの方に見ていただけたらと思います。フライヤー、チラシ、に使用してい。写真は脚本を書くため、宇梶さんが沖縄の現地取材に行った際に撮影した一枚だ。美しい緑に輪がかかって、まさにこの作品にぴったり。加工なし、だからね、と笑顔。撮影に使ったのは、なんと自前のスマートフォン。指ですいすいと操作し、他にもたくさんの美しい写真を見せてくださった。コシジ吹雪物語、では、歌劇団を退団して新しい世界へと羽ばたく紅茶。ことコシジ吹雪、滝本美織、を、理事長として温かくバックアップ。木漏れ日、ワラトーンドゥ、でも理事長のごとく、そして宇梶さんの人柄そのまま、温かな作品に仕上がることを確信した。山下千穂、宇梶さんが出演中のテレビ朝日系ドラマ、フィージー・チルダ身辺警護人。チルダ、木村拓哉主演、木曜午9-0、が15日、いよいよ最終話を迎える。超、木村拓哉、が在籍する民間ボディーガード、日の出警備保障、と敵対する警視。超警備部警護課の氷川係長役で、落合、江口洋介、ら SP をまとめる上司だ。殉職した、日の出から、の村田課長、上川隆也、に着せられた汚名返上のために奔走する将たちと、警視庁 SP が最終対決。衝撃のラストが待っており、こちらも要チェックだ。今、あなたにおすすめ。